茨城おもしろ研究所すぐに使える茨城弁会話。さあ始まりました、すぐに使える茨城弁会話の時間でございます。ぶり大根講師の山中隆俊です。アシスタントのデレ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 スです。お願いします。先生、何ですか、いきなりぶり大根。お隣さんの昨日の晩ご飯をちょっと匂いで予想しました。というわけで、今回ピックアップする茨城弁はカッポルでございます。カッポル、はい、これまたちょっと聞いただけでちょっと分からなかったですけど、まあ、日本語に直しますと、はい、捨てるみたいな感じだと思います。捨てるか、なるほど。そうですね、カッポルのポルが、はい、ちょっとホールみたいな。ああ、はい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 、はい、あのニュアンスだと僕は思うんですけども。なるほどなるほど。あのとはいえ、こう放り投げるような捨てるもそうですし、うん、普通にゴミを出すみたいな、はい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 、のももうカッポルと言いますね。おお、なるほどなるほど、はい、英語に直しますと throw away throw away。 そうですか。さあ、それではこのカッポル、日常ではどのように使えばいいのか、茨城県内でよく起こる現象の VTR を用意しております。茨城県で日常的によく起こる現象の VTR でこのカッポルの正しい使い方を学んでいただきたいと思います。ご覧ください、どうぞ。はぁ、あ、美味しかった。おー、びっくりした。ライオンちゃん、なんですか。今イゲサカンカポったっぺ。あ、はい。おめがカポったかん、この金の秋かんげ、それとも銀の秋かんげ。え、どっちも違います。僕が捨てたのは普通の黒い秋かんです。おいや、ずいぶん正直だこと。あ、そうっすか。いげさかんかっぽったきダメだっぺ、このくじゃっぺ。ぶっくらすぞ。いけよ、これっぺよ。ゴミはその辺さ、かっぽねで持ってけれ。すいません。二度とかっぽんでねえど。すいません、すいません。はい、見ていただきました。いや、先生、これまず日常的な風景ですか。そうですね、はい。いや、見たことないですから。あのおとぎ話である金のものですか銀のものですかってありますけど、あれはあの茨城県が発祥だと言われてる。いやいや、違います違います。正直に答えたからといって、はい、ゴミを捨てたことが許されるわけではないのですごく怒られるというふうになっておりました。そうですね、はい、皆さんぜひ捨てないようにしてください。はい、それではですね、このカッポル、正しい発音を学んでいただきます。はい、Repeat after me. カッポチメ、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 カッポチャガ、カッポチャガ、カッポチャガ、カッポチャガ。断捨離すっぺ、断捨離すっぺ、断捨離すっぺ、断捨離すっぺ。先生、カップルは？カップル。先生、カップル。カップル。今日、カップルを学ぶ VTR なんですけど。カップル。最後、断捨離になっちゃった。いっぱいカップルとしたら、はい、断捨離すっぺになっちゃいました。カップルがなくなっちゃうんですか？あ、というわけで、次回は何をピックアップするのでしょうか？さっけー、またねー。皆さん、チャンネル登録、高評価、グッドボタンお願いします。ありがとうございます。ブリ大根だと思うんですよ。それで正解わかんないですから。わかんないけど、まあちょっとあのね、かっぽってあるゴミ漁ってみてトレーとか入ってるかもしれない。いやいや、もう絶対やめてくださいよ先生、その答え合わせは。